桜会にとっては本当にビッグチャレンジで、まあ、いろんなチャレンジがあっていいんじゃないかな。普通に総合格闘家として今まで通りセオリー通りこう誰に勝ったから誰とかってことじゃなくて、まあ、本当に、まあ、教授も一回やってるけど本当に天使みたいなこともあってもいいし、当時のやることもあってもいいだろうしさ、どう思う？まあ、盛り上がるならいいですけど、うん、一番盛り上がるのは兄貴だった。それはないっすよ。そう、え、本当に言ってます？俺は絶対だからそれを口説きたいなと思って。え、今日っすか？うん、いやいや、だからそれを決めて俺フジテレビと放送の話、来年の話をしようと思ってる。2月、3月で、うん、だからそれどうかなと思って。いや、嘘っすよね。でも、本当ですか？うん、ダメ？あるでしょ、兄貴と。だって路上で喧嘩してるぐらいなんだ。いやいや、路上で喧嘩したのが東京ドームで、はい、兄弟でメインが張れるって言ったらすげえじゃん。いや、でも究極じゃない、それが。究極ですけど、できないですよ、それは。貴乃花と若乃花も一回やってんだよ。やってますね。うん、盛り上がるかもしれない。浦部兄弟とかよくやってんだよ。やってました、2回ぐらいやってましたね。うん、僕2回やっちゃったら面白くないんだもん。ああ、確かに。一発だけ。いや、あれ見てて無理だなって思ってます。ドームで兄弟喧嘩、親とか悲しみます、さすがに。そうかな、どんな気持ちでどっちを応援すんのみたいな感じじゃないですか。それでも、いや、親は多分それは嬉しいと思うよ。だって2人自分のね、産んだ子供が東京、まあ、やるだったら東京ドームとかだと思うわ。え、なんか決まってるんですか、日にちとか。今2月3月で、今東京ドームと2月ですぐじゃない。2月3月だから日にちも決めて2月3月ぐらいで、はい、野球のシーズン前にドームが空いてきそうなんだよ、うん、そうするともう朝倉兄弟一瞬なうちに今、はい、両者で、え、結構本気ですか、それ割とダメかな。いや、本気も本気だけど、え、今体重とかどうなんですか。体重なの別にキャッチでね、うん、路上で喧嘩するときと一緒だもん。いや、なんかでかいことやろうとすると、はい、やっぱり結局みんなが、まさかやらねえでしょみたいな、やらないだろうみたいなことやらないと予定調和じゃないですか。まあ結局言うと、会が大晦日に堀口でやるっていうのももう織り込み済みなんだ。あ、決まったかっていうサプライズはないんだよ。そうですね。あ、よかった、見れて楽しみにはなるけど、世間も含めてみんながうわーってバズらせるには朝倉兄弟対決。どう見えるの？見えるし、いや、きついっすね。でも兄貴もやらないって言うと思いますか？やるでしょ、お兄ちゃん。いや、やらない。本当？なんでやらない？いや、わかんないです。いや、やらないかな。わかんないですけど、頭にも入ってない。入ってないから。本当？俺はでも、え、でも勝てないですよ、多分。勝てない？勝てないですよ。そう。カイが勝つだろ。いやいやいや、いや、もう勝ったら申し訳ないと思ってんだな、お前。いやいや、そういうのじゃなくて、本当にやられてるんですよ、練習。これはいいと思うな。堀口教授とやって、教授に勝った後のテーマってなかなかボケるんだ。ベルトをずっと防衛していくっていうのは一つあるよ。でも、なんか常にチャレンジなり新しいことっていうと、そういうルールを違うものにチャレンジするか、掟破りの兄弟対決、日本中が注目してゴールデンタイムで、本当に日本の大喧嘩、日本の最大の兄弟喧嘩。すごいですね。注目はすごいですけど。いや、注目はすごい。誰か殴ってないでしょ。いやいや、本気で。いや、これない。ないっす。やりづらいっす、一番やりづらいっす。そう、二分をやるって言わない。はい、いいっすよって言って、はい、言いそうな気もするっすか。いいっすよ、言いそうな気もするもう、なんでかんでいいよって言うと思いますけど、威圧して、威圧していくんじゃない。いくらっすかって言いそうっすか。もう、まあ、金だろうな。いくらっすか、ちなみに。わかんないっすね。いや、金はもう、どんどん積めよ、もちろん。だって二人で東京ドームが埋まるんだ。え、いくらですか。もうダーッと兄弟一応ですね、うん、おこれぐらいだったと。おお、2人が一応上手取ったのね。それも兄貴との路上でやってた0円だった喧嘩が2人で
何億も稼ぐファイトになるんだったらドラマはあるって、あのよくあんたたちのオープニング V で煽り V で流れる、はい、あそこがそれこそ原点なわけじゃん、はい、みんなの幻想の中にはファイトミクルがやったら本当にどっちが強いんだろうって俺よく聞かれるの最終兄弟でやらないんですかって言って俺はいつもやるんじゃないのって言ってやるんだよ、うん、最終手段じゃないですか、最後じゃないですか、最後でも一番ピークな時にやるべきだ、うん、だって兄貴がもう来年ぐらい引退しちゃうんだろ、まあ本人も引退です、再来年ですか、ね、うん、まあ、でも引退の時とか最後の引退の人形は俺が渡してやるっていう、そういうのならばできました、じゃあやるんだ、いやいや今はできないっすね今はきついっすね、まあ、そうか、俺がやらせたいな、まあでも会の中で次に進む上で言うと一応な、まあ全然そういうこう選手のしがらみとか感情とかそういうことを抜きにして本当にまあ世の中の人たちが見てみたい、ワクワクしたりサプライズがあるものとしての一つは兄貴との試合とかっていうのは絶対あると思う。最後ですか、うん、最後、もう俺来年の春にやろうと思うそれぐらいはきついっす、あそう、逆にきついのかな、なんか普通の、まあ、勝っても負けてもじゃん、兄貴とだったら、負けてもともとだし、そうですね、うん、その同じ階級の中の堀口に負けるとか、はい、扇久保に負けるとかっていうのとはちょっと負け、違うですね、負けの意味が違うのかなと思ったりして、でそれを戦ってひょっとして甲斐が兄貴を KO しちゃった時とかどうなるのかなっていう会が喜ぶのか、兄貴をすぐ心配になって抱きかかえるのか、いやちょっと見てみたいもんね、いや無理っすよ絶対できないっすよ、本当それは会は絶対やるっていうふうに言ってくれると思って、いやもう言えないっすね、言えない、これなんか断ったことないですけど、うん、多分そうだねそこだけは無理です、無理だいやだけど、まあ、まあ11月の件もそうなんだけど、はいはいはい、12月あって来年で言うと、まあ一つはそのベラトールのチャレンジっていうのも、はいはい、ね、やりたいね、一番、うん、それもあるし、その後何をね、会として見せていくべきかなっていう、まあ、でも変則的な、ね、挑戦してもいいかもしれないです、ね、はい、盛り上がるから、うん、コーチとかだったら、はい、まあちょっと考えて、あのもうちょっと一瞬って言って、はい、ダメかな、ダメかなちょっとミクロにも一回聞いてみよう、いやいや聞かないです聞かないです、いやだいぶ聞きます、まさかそこ来たか、いや想像してなかったですね、チョロチョロは言っとったけど、マジっすか、でもそんな冗談だと思った、そうか、そう、これ冗談だと思った、てってれー、すいません、また騙しましたえ兄貴となんかやる話だようっそ嘘だよ、なんかうますぎじゃないですか検証結果、やらないということでしたね、うぅぅぅぅ、カイが、いや、やりたかったんですって言ったらいやいやいや、どうしようかなと思って俺ちょっとヒヤヒヤした超上手すぎじゃない、やばくない全部ね、聞いてましたよ、使ってもらえる、いや、使ってますどうですか、どうでした、1億嘘っすか、え1億嘘っすか、嘘に言わないそんなに、やるわけねえだろしかもそこかいいや、今日はね、宮島さんと坂木社長、宮島くんも、はめてたんですか、そう、に協力してもらって、会にちょっと検証というか
お兄さんと戦うのかっていう。うわ、この検証リアルだな、めちゃくちゃ。また急な。まあでも俺ね、ちょっと参考になったね。あの、金積んだらやる。やらないって言いました。